家島町はかつて兵庫県鹿間郡に属していた町。自治体としては2006年3月27日に姫路市へ編入合併されて消滅したが、現在は姫路市の広域地名として家島町の名前が残存している。本校では調整施行前の家島村についても述べる。兵庫県の南西部姫路市から 阿古市の沖合15の1 8トルの瀬戸内海、張真田に浮かぶ大小44の島々から構成される。町民は、家島、坊瀬島、小賀島、西島の4島に住む。役場のある家島に人口の約6割が集中している。なお、姫路市役所家島事務所によれば、家島は、かつて、江島とも呼ばれていたという。合併後の住所表記は、 鹿間郡家島町が姫路市家島町に変更され、それまでの大技はすべて家島町を頭につける形となった。昭和30から40年には海運、採石、漁業により離島としては例外的に人口の維持を続けてきたが、島内人口の少子化及び高齢化、慢性的な不況の影響等により各産業の近代化が期待されている。現在は調律各校。 幼稚園とも姫路市立。この他、会場タクシーも利用可能。ありがとうございます。